はい、お疲れ様です。さあ晩酌やっていきます。サラダとあとこれはね178円でした。昨日買ってたんですけど、ガーリッククラブスパイシーな香りと香ばしい仕上げ、カニですね。カニとかね、まあそんな感じのが入っています。あ、めっちゃガーリックの香りする。はい、ちょっとこれとね、もう給料日前なんでね。はい、喉乾いた。もう洗濯2回目はしたしね、干してきたし。はい、じゃあもうちょっとこっち置こうか。はい、お疲れ様でした。乾杯。ねじれとるな。いいんじゃけどね、少々は。よいしょ。今日はね、朝から宮島フェリーで行って、ここは楽な朝だなと思ったらね、もう一日中走りましたね。結局4台回ってもう夕方目いっぱい回りました。結構これグロテスクやね。え、待て、これ爪も食べれるんですかね、カニの爪。ああ、いけるいける。まあ、エビ食ってる感じに近いかな。で、エビの尻尾、エビの尻尾よりは柔らかくて食べやすいけど、初めて食ったかも、こんなカニの。カニこれ。なんだろうこれ。え、カニじゃないこれ。なんだこれ、なんかの爪だよねこれ。胴体が切ってあるけど分からんのに、何か。うん、美味しいよ。うん、でサラダはポン酢ね、いつもの。このサラダもこれね、あの家族でみんなで食べるんですけど、いつも321円かな、マックスバリューで。そう、10種類ぐらい入ってるやつね、これ大体買うんですけど、今日これ 20% オフでね、268円だったかな。はい、安く買いました。もうその日のうちに全部一袋食べるんで、うん、問題なし。うん、これいいよね。人参も大根もこの紫の分も入ってるし、これはポン酢でやるのが私の最近のあれですね。うん、ごまどれはかけませんね。うん、しゃっくりが出る。ああ、すぐ終わっちゃうね。まあいいんですよ、あのね、平日なんでそんなダラダラね飲んでもしゃあないし、もうパッと一本飲んで、そうで歯磨いてね、ほろ酔い気分で
YouTube 見ながら寝落ちするというね、まあ、その本当はそれだけで十分なんですけどね、本当に。何の贅沢もいらんのだけど、それができたら、毎日できたら幸せよね。うん、缶チューハイ一本飲んでね、おつまみとサラダ食って最高よ。カニだろうねこれ。伊勢エビじゃないわ、なんかああいうザリガニとかじゃないよねこれ。言うほどねガーリックは効いてない。最初開けた時香りはすごかったけど、うん、俺でもね、あんまりこの広告類、あのエビとかの尻尾も食べんし、そうこういうカニ系も爪とか食べたことないし、これ殻は嫌いですね僕は。うん、これ美味しいけど、うん、結構量があるんだよこれ、がっつりある。晩飯食った後なんで、うん、ああうまい。あのいつも夜マックスバリューがね、マックスバリューにもウォンツにもあの男梅がないんですよ。そうウォンツには男梅 サワーの350はあるんですけど500がないんですよ。やっぱこのソレイユイオンモール府中のそう1階に行ったらあるんですけどね、ロング。まあコンビニにも売ってますけど、コンビニ高いじゃん。うん、できればドラッグストアかスーパーで買いたい。あの近所のねスーパーに併設してあるドラッグストアには男梅のロング売ってるんですけど、帰りにそっちまで行かないんですよ僕。反対から帰ってくるんで、わざわざそこまで足伸ばす気にもならんしね。だからだけこれが多いよねやっぱ最近は。レモンサワー、これこの間も飲んだ気がする。うん、このシリーズばっかり飲んだ気がする。うん、ああ疲れた。明日はちょっと忙しそうだったな。今日はもともとの予定がね、まあ、休み明けっていうのもあって、朝行った時のホワイトボードはスカスカだったんで、あ今日はちょっとのんびりできるかなと思ったんだけど、全然、うん、忙しかった。4台かけりました。このコップで3杯半か、ね、500を1本飲もうと思ったら、はあ、疲れた。何時、今何時かな。カメラ回しよるけど時計がわからん。8時45分ぐらいか。
もちろん今日もこの1本で終わりますよ、うん、あ、なんかステッカーが入っとった。ここに入れとることを忘れとったわ。そう、なんかいろいろね、名刺もなんかもらっとるしね。そうなんや、車検も来るしね。ほんとどうしましょうね。クラッパーさんからいただいた名刺もあるしね。そう、僕がいつもあのね、あの鉄くずスクラップを運ぶ処分場に出入りされてるスクラップ屋さんの社長さんがね、スクラッパーさんって言うんですけど、あの名刺をくださってね、もう2年前ぐらいになるけどね。そうそう、いろいろ話したいことがあるけ、今度またゆっくり話そうやってね、言われて、うん、それっきりですけど、まあ、それっきりって僕が電話をしてないんでね、名刺いただいてね、電話をしてないんで、あれなんですけど、僕を雇ってくれようとしてたんですかね。ね、YouTube やっていいよ、トラック運転しながら YouTube やっていいよ、うん、そんなうまい話じゃないよね。これ賞味期限いつまで？明日に取っとこうかな、もうお腹いっぱいや。消費期限9月16日って書いてあるわ。今日17、明日18も食べれると思う人、ずっと冷蔵庫には入れてます。これ今日もずっと冷蔵庫に取ったし、今からも入れますけど、明日も食べれると思う人、コメント欄で教えてください。やめといた方がいいよとかね、うん、うん、税込みだってね、もともと385円のものが192円だからね、うん、食品ロス削減へのご協力ありがとうございますって書いてあるんで、うん、これお買い得だね、うん、でも501本飲んだらもうちょうどいいぐらいに、あの気分がふわっとしてね、なんかもういい感じに疲れられる、うん、これが2本も3本も飲んでいくと今度次の日にも残るしね、だるくなるんで、やっぱり1本ぐらいがいいや、うん、501本がいいね。ちょっと351本だとちょっと物足りないんで、うん、でたまに休館日を設けて、はい、じゃあ今日の晩酌はこれにて終わり。あとは歯磨いてもう一回ちょっとタオルほど洗濯しようかな。明後日か、息子が夜活に行くんでね、新しいタオルをちょっと下ろしたんで、それをちょっと一回洗濯して干しとっちゃなんとね、新品はねどうしてもね、うん、はい、そんな感じでございます。はい、じゃあ本日も晩酌にお付き合いいただきありがとうございました。はい、じゃあまた次回の晩酌動画で、さようなら。ほろ酔いじゃん。